穴森稲荷駅は東京都大田区羽田4丁目にある京浜急行電鉄空港線の駅である。駅番号は KK14。1991年から1993年にかけて当駅から東の区間を営業休止した時は当駅が空港線の終着駅であった。開業時の駅名は穴森駅であったが羽田駅に改名。その後、 穴森稲荷神社への参詣のための橋を意味する稲荷橋駅に改名され、戦後の羽田空港等の接収により、穴森稲荷神社が当地に移転したため、さらに現在の駅名に改称した。2018年まで空港線では、毎年大晦日から元日にかけて、終夜運転を実施していたが、羽田空港の警備上運転区間は当駅までとなっていた。また、 折り返し設備がないため、到着した下り列車は、一旦、羽田空港国内線ターミナル駅まで改装されていた。駅舎は、穴森稲荷神社をイメージした造りになっている。当駅東側にあった引上げ線相対式ホーム2面2線の地上駅で、1番線ホーム東側に駅舎を有している。ホームの東端に、湖線橋があり、2番線ホームと連絡している。 2012年10月21日のダイヤ改正で、日中と土休日夜間の品川方面のエアポート急行は、海徳へ格上げされ、また、横浜方面のエアポート急行が10分間隔で運行している。このため、当該時間帯に当駅から都営京成線新橋方面へ乗車、または、品川、都営浅草線方面から当駅で下車するには、京急か田駅で、 横浜方面からのエアポート急行に乗り換えが必要である。2020年度の1日平均乗降人員は14,583人で、京急線全72駅中36位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り。ありがとうございます。